どうも、ロードシルクチャンネルのシルクロードでございます。ビール作ろうと思ってて、酔いどり YouTuber の本音でもちょこちょこ言ったんですよ。僕ビール作りたいって。で、その時にビールの本なんか僕買って読んだりしてたんですけど、なんとね、この度その夢が叶いそうなので、僕がこういうビールがいいっていうのはね、伝えたりしてたんですけど、そこから僕のね、思ってるそのイメージみたいな、理想みたいなのに近づけようってことでね、じゃあちょっと試飲会やろうやって話になって、まずね、事務所で試飲会を行い、その、数日後というか、ちょっと後にですね、実際に自分で工場に足を運んで、その後、もう一回試飲会をやって、自分のこういったビールがいいなっていうね、そういうイメージ像をもう一度固めるための、そういった会をね、自分でやってきたので、1000匹の動物に会えるまで帰れませんの、途中で僕佐賀行ってるんですけど、実はね、この、僕のビールを作るという、この目的で、佐賀には行ってました。ちょっとね、その全貌をね、見ていただけたらなと思います。じゃあ、どうぞ。5段階評価ね。いいね。試飲評価シート。色、苦味、味わい、香り、炭酸、クリアさ。ほう。身に覚えのないところに朝が増えてるの、一体何があったんだろう。まずはその赤線の超平均的なところです。はい。じゃあ、それをお願いします。はい、すいません、いただきます。なんで、それが今全部の、その6個の評価の平均値だと。なんか引きが早い。もうちょい飲んだ感が欲しいなって。うーん、まあ、キレはもうちょい欲しいな。うん、うん、うまいな。うん、濃い。あー、濃っ。グビグビちょっと行きづらいなこれ。もうちょっとグビグビいけるように深すぎちゃうっていう感じですかね。どんな香りを足すかね。レモン系の香りとか、うん、キレ強くて香りは出したいな。これはこれでうまいな。あ、こんな匂いだったっけ。結構評価的には一番最初に似てるっすね、はい、あー、こっちは苦味強いんだ。うーん、サンダロ、もうちょい明るい方が綺麗なんだよ。ここだろうな。この2個っすね。香り炭酸。香り炭酸かなと思います。ありがとうございます。やっといっぱい飲めた。やっといっぱい飲めたね。はい、第1回のね、試飲会をね、まあ、事務所でして、その、まあ、後なんですけど、今、佐賀に来ております。で、連日いろんな撮影をして、いろんな撮影の中の一番の目的がここです。なんとですね、今、まあ、これだとパッと見わかんないと思うんですけど、酒造さんに来ております。ビールのね、まあ、試飲会をして、その後、今から第二試飲会みたいな感じですね。2回目の試飲で、まあ、これで味が多分はっきりと決まってくるんじゃないかなって感じですかね。で、ここからいろんな、まあ、ビールの工程だったりっていうのを見ながら、まあ、勉強しながら自分の味もね、より深いものにしていくっていうね、工程になります。なのでね、ちょっと今から、まあ、楽しみなので、早速中に入っていろいろと決めたり見たりして、まあ、より良いものにね、仕上げていこうかなと思いますので、早速行きたいと思います。よろしくお願いします。行きましょう。それではお邪魔します。おお。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんな深かぶりでも大丈夫ですかね。まあ、大丈夫です。衛生的なもんですもん。大丈夫です。深い方がいいかなと思って。よし、お願いします。バッグが分散しつつから、はい、すげーな。うわー、はい、うわ、あそこで、はい、あちらの機械で、バッグが分散します。あー、ここで、はい、爆破が粉々になる場所だ。なった状態ってことですね。そうですね、なる前となった。あ、これがなる前。触ってもらっても大丈夫ですか。あ、いいですか。はい、これが、粉々になる前の爆破。はい、これを上の機械、上の方から入れまして、実際にこういうふうな、これに入れて粉砕されるとこれ、はい、おお、本当だね、粉っぽくなった。はい、あ、すごい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 、粉がめっちゃ香ばしいんですよね。自分が思うよりちょっと粗めだった。
もっといくのかな。結構まだなんかちょっと粗めな感じで、でもちゃんとなんか粉っぽいの外側についてる。はい。よく注意されてる。ここでなんだ。そうですね。この実際に登ってもらう。登ってもらっても大丈夫。いいんですか。はい。まあ、怖いあの上。失礼します。よいしょ。よいしょ。おお。あ、めっちゃいい匂い。1回で粉砕するときどのくらいの量が入るんですか。25キロは入りますね。そんなに入るんだ。はい。それが一気に粉砕されて下に落ちた。そうです。はい。へえ、こういう機械なんだ。あ、ここで。あ、簡単操作だった。めちゃめちゃ簡単な操作。オンオフだけだった。へえ。よいしょ。あ、これが。これドイツ産の爆弾の空の袋なんですけど。ちょっと入って残ってて、これが20キロぐらい。一袋だけこれが25キロ。ああ、5キロ減って今。はい。へえ。作る種類によってちょっと入れてますので。はあ。はい。へえ、これが粉砕室か。はい。爆芽粉砕室や。なんか名前かっこいい。今度粉砕したあの容器をあそこのクレーンに吊るしてる状態。あれ？あ、本当だ。そっくりそのままあそこにいる。はい。あそこから下を開けて、こっちの爆弾投下の弾の方。ああ、下に。はい。こっちが実際もうこれを入れて、ここの弾で加熱していくんですけど、ここで加熱を。はい。これとあの加熱して透過っていう糖を出していく作業です。いいですか。はい、中に戻ってもらって大丈夫です。めっちゃ深い。めっちゃいい匂いするんだけど。あー、すげーいい匂いするわ。めちゃめちゃ落ち着く匂いする。あそこで粉砕したのをここに入れて加熱して透過していくと。はい。おお、ここで見える。これが中だ。おお。このガラスでメーターを測って、大体の容量を。ああ。高い。高い。今度透過が終わりましたら、はい、今度こっちのろ過釜の方に。こっちろ過なんだ。実際必要なのがあの爆汁だけなんで、はい、この網になってるんですよ。でここに爆芽と爆汁が一緒に入るんで、爆汁だけを向こうの方に出すためにこっちに、ね、粉砕された爆芽はここに残って爆汁だけ落ちていくっていう。へえ、でっかいろ過釜だね。おお、下に網がある。あれなんだろう、中に。あ、これ、はい、回すやつ。あ、回す。ちょっとここで、これで回してあげて。おー、回った回った回った。で、ちょっと均一にならしてみて。その後、またこっちに爆汁だけを、はい、今度またこっちに戻してあげます。あ、戻すんだ。はい。で、今度戻したら、今度あの加熱して、100度近くまで加熱して、コップ。爆芽をして、はい、地で、爆汁だけ取って、もう一回入れて、ホップ追加。はい。あー、大変だな、これ移動するのも。そうですね。ですよね。だいぶ熱くなりますね。うわこの作業だけでも大変だわ。でまた再加熱した後に、こっちに、まあ、ホップ入れた後に。あ、またまた。あ、ホップ入れた後もう一回行くんですね。はい。どうしてもホップカスも出るんで。あ、そっかそっか。こっちでもちょっともう一回取って、こっちに入れた後は今度は冷却一気に温度、ここでもう大体100度ぐらいまであるんで、それを冷やして向こうのアスコミタンクの移動になります。いや、これ大変だわ。めちゃめちゃいろいろと経由するんだね。アスコミタンクの方に行きます。はい。はい。あ、こっちか。ここが仕込みタイプ。あ、
さっき見た。おお。うこれがタンク。これすごいな。これすごいね、なんか並んでるタンクが。今ちょっとここの3つが打ち込みで、ここが開いて、あ、これが開いてるんで、中見てもらって。はい。こうなってくらいですけど、奥行きが。おお。匂いするわ。あのちっちゃい穴が出口しちゃって、ここから出てくるの。ちっちゃい。ここでタンク入れてから、上面発酵だったら20度近くの温度、下面発酵だったらもうちょっと低い10度ぐらいの温度で発酵させていきます。低く。さっきあっちあっちになってるからね。下げて発酵していくっていう。これが今。そうですね、これは全部スタジオとも違うんですけど、違うやつが今回後で開けて見てもらうのはこっちなのかなってあります。見れるんですね。はい。あ、冷た冷た。ちょっと開けてみましょう。はい。おお。ガスが抜けた音がして今。こうなるんだ。上に浮いてるね、何か。上に浮いてるのが酵母ガスとかあって。めっちゃ匂いする。めっちゃいい匂いする。あんまり近くに嗅ぐと二酸化炭素でやられますから。ふわってなりますね、確かに。あー、すげえいい香り。これがピルスナー系の香りで。あー、すごい。ビールっていう香りです、ね。全身で浴びたい。うわー、貴重なところ見れたね。あの浮いてるのが酵母ガスか。結構いっぱい上にね、敷き詰められてるみたいな状態だと思う。ちょっと暗かったからさ、中のさ、厳密な色は見えなかったけど、まあでもやっぱね、うう茶色が感じてね。この次の工程としては、ろ過。ろ過をして、あの不純物とか、酵母ガスとかを取り除いていく。へぇー。うちではちょっと、他のクラフトビールよりは、くすみがないぐらいすっきりした感じになってますんで。あー、そのろ過の作業が結構一番。ね、いろいろと重要だね。そうですね、僕はなかなか難しいし、ね、ああ、やっぱそうなんですね。カスがやっぱり詰まってしまうので。はい。かなり丁寧な作業だね。あの状態を透明度高くするってすごいよね。後ろにあるのがあれがどかきですね、ちょっとちっちゃい。あ、あれが、はい。これでいけんだ。すごいちっちゃいけどね。感覚が狂ってくるよね、さっきからすげえでかいのばっかだったからね。これでいけんのかなと思うけど、いけてるんだね。これはもう温度ですね。ああ、本当だ。ビールの温度をここで設定して冷やしてあげて。さっき言った通り20とか14とか 8.5 度。すげえ。出口がそこになるのか。そうですね、ここ、まあ、2箇所、ここと。あ、本当だ、横もあった。2箇所もあった。へえ。うわ、本当になんかこんなこと言うもんじゃないけどさ、ガッて出して、口出してみたいよね、一回ね。あーって入れてみたいよね。カス入ってでもいいから行きたいよね。さっきの入ってたやつだ。今この落ちてるのはこの冷却液が流れてどんどん冷やしてる状態です。面白っ。おほほほおほほほ。めっちゃいい家だったな、あれ開けた瞬間ふわって香るね。あれでもね、ずっとかけないね。香りやばかったもんね。ろ過終わった後は冷蔵庫で。かっ、この冷蔵庫。冷蔵庫をゼロ度に設定してて、まあ、だいぶ寒いです。寒すぎる。この辺りがもう今ろ過終わった後の貯蓄タンク。うわ、寒い。ゼロ度。今設定はゼロ度。ゼロ度。はい。あ、瓶が、はい、あって、あ、赤かもあったわ。これ。ちょっとだけ止まります。釣り岡さんのやつですね。うわ、これはすごいわ。
回は瓶詰めするときにまたフィルターをかますんです。ああ、はい、でクリアにして瓶詰めしてる。大変だね、クリアにする作業って。何回もかませないとね、工程が多いんだな。やっぱそこが一番入念にしていく作業なんですね。ああ酸味けどなんか心地いい。へえ、あ、先行済み。あるだね。ちょっとメガネが曇ってる。確かに。ちょっと結構ここら辺あったかいんですよ。あまりにも冷たいからね。急に。こちらが水ね。お。あ、こっちで。はい。ここはもう先瓶で瓶を水で洗って。あ、並べて、ここで充填して回ってし、その後出せるという流れになりますので、今から準備しますので、はい、水で入れて、おお、詰められるんだ。はい、詰める準備、はい、しますので、ちょっと待って。はい。あ、出来上がるとそこに並ぶんだ。これね、多分ここからシューってここに並ぶんだろうね。すごい並んでる。これ戦争されたやつだ。さ、ね、上から見たら普通にね、バトリングのあれみたいな、ハマみたいな。こういう機械の手入れとかも大変だろうね。クリアなものを作るには機械の手入れとかしなきゃいけないからさ。同時に5本なのか、家庭をあれして5本なのか、なんか3つぐらい入れられる場所が。すごい俊敏に動かれてますから、俊敏だ。俊敏ですね。あ、動いた動いた。ベルトが動いてるのか。あ、これでも詰めれるのか。さあここにビーム。おお、なんか可愛い流れてった。あ、行っちゃった。止まった。おお、入ってた。入った。で、これちょっと位置合わせしないと手動でやらないといけない。そうなんだ。ここで行くと。おお、上に入った。ほら、あ、入った。おー、入った。全部入った。
これでね、位置を直すんだよ。これぐらいだ。よし、 OK、 調整完了。上に上がれ。お、上がった。充填サイクル、充填サイクル開始。ほほほ、入った。そしてこれ待つんだ。おお、来た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 、戻れ。回転、回転。おお、来た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 。これか。打線サイクルを開始。これで線が見たか。できたぞ。おお、すごい、できたよ。もう多分マスターした、マスターした。鍵を握ってんのは2ページ目と4ページ目。ありがとうございます。だって大体工程は終わりですよね。いやすごいわ、あんなにいっぱい濁ってたところからこんなにクリアになった。これを知った後であれだね、ビール飲むとなんかちょっとコメントに深みが増すわ。普段言ってるさ、いや味がクリアだね、これの工程見てからのがより伝わるわ。すごいわ、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい楽しかった。第2回試飲会を始めます。お願いします。第1回よりかなりブラッシュアップされたみたいなんで楽しみ。それこそさっき実はね、美味しい食事をいただいた後なので、最高のタイミングだね。じゃあいただきます。うん、あ、炭酸強え。うまっ。このちょっと炭酸のこの切れ感は好きだよ俺。もうこのまま出せんじゃないですかね。え、めっちゃうまいけど。あ、うん、すごいうわーって広がりも過ぎないし、心地いい感じでとどまってる。あ、めっちゃすっきりしてるな。うん、テーマ的に結構風呂上がりなイメージなんで、これ風呂上がりちょっとうますぎるぞ。しかもなんかビール好きの人もそれこそビールを初手でちょっと今日飲んでみようかなで飲めるやつ。めっちゃあっさりしてて好きする。炭酸のおかげでね、めちゃくちゃキレがある。ほんとマジでなんか自分が出すからとかじゃなくて、売ってたら買うぜこれ。俺マジで、完成です。手ぐらいマジでうまい。やっぱね、前回の第1回の試飲の時にいろんなの飲んだんだよ。で飲んでちょっとこれだとこっちかなとか、いろいろと考えたんだよね。やっぱね、その時の試飲会で俺の中で、あ、これだっていうのは俺が求めるやつね。俺が自分で出すとしたらこれだっていうのがね、ぴったりはなかったね、正直。これはぴったりよ、もう。もうこのままでもまあもううまいぞっていうレベルなんだけど、ここにね、これがなんかちょっと風味足すんだったらみたいな感じで、いろんなフレーバー。これ梅、これ柚子ピールかな、これが茶葉ね、面白いね茶葉。これね、これレモングラスですね、これ面白いね。唐辛子、ちょっとこういうの足してみるって感じかな。あ、ここにちょっとずつ入れてみる。まず飲みてよ。何ですかそれ。ああ、おつまみくれた。すいません、ありがとうございます。うわうまそう。何、ポテトスティック佐賀牛。いや、ここもなんだ、数年間で今日一番幸せなんじゃない。なんだこれ。しかも俺の中でさ、その作るとか自分で手を加えるとか自分でやってみるっていうのが、まあ、俺はもう、まあ、人生的にそれをモットーにしてたから、まあやっぱ好きなのよ。自分がやりたいと思ったことをやる。
で、今日ね、その機械の操作だったりさ、いろんなもの見せてもらったりっていうのもやれたから、なんだろう、濃いね、今日。いただきます。濃すぎないな、味、うまっ。あ、うまっ。ポテトスティックのせいでフレーバー足すの忘れたわほら、フレーバー足すために入れてもらったんだ、忘れてた。ちょっとすみません。うんうんうん、これ足す？ここにさ、ロードシルクのさ、アイコンこうやって入れてさ、初中見舞いみたいな感じこうやってセットで渡す？うまいな、マジで。やべえ。フレーバー切れちゃってください。やべえ。足すか。すいません、このレモングラス。これ、レモングラス。あ、香りこんな強いんだ。お、めっちゃ強いよ。なんか、かすかに香るかなぐらいだと思ったけど、めちゃくちゃいい匂いする。あ、ありがとうございます。いや、宮殿のマドラー、こんなマドラー置いてあります？金ピカのマドラー出てきましたけど、ちょっと、ひとつまみぐらいにした方が、こんぐらいでいいかな。こんぐらいで、よし、これで混ぜてみよう。すいません、いただきます。あ、でも匂いするわ。もうちょい入れていい、まあ、レモングラスをいざ入れるってなったら、もうこんなにね、香りがめちゃくちゃ強いっていうほどは入れられないと思うけど、一旦試飲なんで、この雰囲気でっていうのを味を見るために多めに入れます。あー、こうなるのか。あー、うまいな、うまいな。あー、でも近い近い、すごい、イメージと近い。これに俺の中での対抗馬のユズピールがどこまで来るかだな。それによって変わると思う。じゃあ次、ユズピール、もうちょい、もうちょい、こんぐらい。さあ、これちょっと変わるか見てみよう。いただきます。待って、ユズうまいぞ。ユズうまいな。待って、ユズうまいぞ。刺したね、ゆず刺したね。レモングラス逃げ切るかと思ったら刺したね。いや、ゆずだ、ゆずだわ。いや、ちょっと待って、ゆずうまいな、マジか。レモングラスここで、ゆずピールここだったね。飲んだらこうなったね。このゆずにもう本当にダークホースとなり得る茶葉とかが勝てるから、ね、さあ、唐辛子いくか。唐辛子そんなにすぐ味出るのかね。もうパキッと折っちゃうか。ちぎって、ちぎっては投げ、もう一個ぐらいいく。その先っぽだけいくか。え、全くこれ想像がつかない。え、そんなにこれ変わんの。いただきます。あ、するな。おお、はいはいはい。辛いな。あ、ちゃんと味出んだね。まあでもこういう味になるのか。あ、でも個人的には好き、個人的には好きだけど、まあでもお風呂上がりじゃねえかな。一人のシーンでもいけるビールにしたいのよ。誰かと飲むビールでもあるけど、一人で飲んでも、あ、うまいな、この一杯のために今日頑張ったなっていう一杯にしたいんだけど、だとこの唐辛子はちょっと違うな、ちょっとずれるね。まあでも俺は結構好きだった唐辛子。じゃあ梅いくか。梅をじゃあほいほい、4切れぐらい、ほい。いやー、あ、ゆずかな。まあ美味しいけどね、美味しいけど。でも俺の感覚的にレモングラスが俺2位に来ると思ったの。梅が2位かも。ああ、今のところゆずピール勝ち。じゃあ茶葉でいきましょう。あんまりね、どさっていかないように。さっさっさと。こんぐらい。もういいよ、いいよ。はぁ、あ、
梅超えたな。いや、茶葉ダークホースだな。うまいわ。梅超え、俺の中で。香りは結構本当にね、しっかり茶葉の香りです。まあでもこれが製品化した時にどういう香りになるかはまだね、わかんないけど、茶葉はすごい苦味はあって、でもね、結構俺は好きだったけど、一つ飲んで次行くかってなったらちょっと違うんだよね、茶葉は。正直唐辛子は辛い。もうここ痛いもん、今入れすぎたかもしれない。梅は美味しいんだけど、逆に言ったらこの茶葉とかレモングラスとか柚子の印象よりかは欠ける。そうなるとやっぱ柚子なんよな。京丹さんがゆえ柚子全面に押してませんよ感もちゃんとあるから、でもちゃんと味はすんのに柚子だ。バランス取れてんじゃねえかなって俺は思う。柚子だね。まあこの瓶だもんね。まあ完全にこれはもう僕の主観になるんだけど、まあでもいっか。だって俺が作りたいから、俺がこれ飲みたいからって作ってるから、主観で話すわ。この瓶は秒でなくなるのねって考えたら、この京丹さんで柚子がちょっと香って、これ一瓶、あ、もう次行こうってなれるのが柚子だったんだよ。なので、いや柚子だな、これは決定ですもん僕の中で。風呂上がりの一杯で、いやもう一本いっちゃおうかなってなるすっきりさと、まあ香りと、まあ匂いと、自分の中でこれがぴったりだなって思えるお酒が、ゆずピールを入れた状態のこちらのロードシルクのビールになります。うん、いやもうこれは迷いないよ。ということで第2回試飲会、まあ多分これで大方枠が決まるって感じですよね。ってなるとゆずピールで決定で大丈夫です。お願いします。決定。美味しい、これ買って帰ろうかな、マジで。めっちゃうまいわ。ということで、試飲会が終わりました。ブランド名もね、実はもう決まっています。その発表はね、次の、動画でできたらいいなと思ってます。ロードシルク、僕シルクから出る、ビールのブランド名、まあちょっと今は伏せとこうかな。はい、ということで、まあ味がね、決まったんですけど、発売日も、実はもう、ここで言えるから言うか、8月の19日です。僕の誕生日ですね。僕の誕生日に、なんと僕から僕の大好きなビールが発売されることが決定されました。やりました。ようやくね、僕もう夢だったんで、もうね YouTube 活動しながらビール出したいなってずっとすごい思ってたんでね、ほんと嬉しいですね。ゆずピールとかレモングラスとかいろんなこう試飲してると思うんですよ、ビール以外のこうね、テイストみたいなの加えるようにやってたんだけど、一番最初に、出る、僕から出るそのビール、まあ発売日の8月19日ですよね、その味はプレーンになります。要するに、ビールの味、もうビールそのもの、クラフトビールそのものが、発売されます。そこにレモングラスとか、ユズピールとかの味は加わってないです。だからそれは後々、考えているっていう感じですね。ラベルも僕も見たんですけど、めっちゃ可愛いです。めちゃくちゃおしゃれ。はい、ということでね、今日言えることはそんな感じかな。 YouTube 活動をやりながら裏でですね、酒造さんに行ったりとか、その前に、事務所で試飲会やったりとか、いろんなことをね実はやってました。それが、この夏、まあ僕的に大きい報告になるなと思ってね、ずっと黙っていたんですけど、ビールを出すということでございます。まさかのロードシルクからクラフトビールというね、そういった今日動画になりました。めちゃくちゃ味はね、保証します、めっちゃうまいっす。皆さんにはね、楽しみに待っていてほしいです。ということでね、次回の、次回になるかその後になるかわかんないですけど、また、このねクラフトビール、僕の作るクラフトビールの、動画をね、ぜひとも近々出すんでね、ご覧ください。そこに詳しくは書いてあるんで、ぜひとも買って大人の方はね、飲んでいただきたいなと思っております。ということで今回は、以上でございます。それでは。